はい、こんにちは、コウヘイでございます。ということでですね、今回は、昨日というか、正確には今日なんですけれども、夜中の0時25分に放送された、劇場版ラブライブザ・スクールアイドルムービーについてのですね、感想を、軽くお話ししたいなと思います。でですね、今回はですね、普通にね、感想として、言うわけなんですけれども、単にね、すごい面白かったですとか、感動しましたとかって言うのはちょっとね、普通すぎるかなと思うので、僕が、今回のラブライブっていう作品全体として、そして劇場版単体としてもそうですけれども、一体どこをどう評価しているのかってことについてを、話したいなと思います。今回ね、見たのが初めてではなかったので、改めてね、感動したような部分も多々あったんですけれども、やっぱりね、そのミューズっていうものがね、普通の他の劇場版のアニメとか、他の作品とかとね、まず違うってところが、その限られた時間の中でアイドルをやっていくっていうことが僕すごいいいなと思ったんですよ。ミューズの場合は、その3年間という短い期間で、一体どうやってね、輝いていくのか。そして、ただ輝くってだけじゃなくて、ミューズの場合は、音の木坂というね、自分の好きな場所、自分を、鍛え上げてくれる、青春の場でもある学校を救うために、努力して、アイドルをやって、で、学校を存続できたわけじゃないですか。で、これって、人生においても僕すごい大事なことだと思ってて、学校生活って本当に短いんですよ。皆さん思ってる以上に短いです。はい。僕ね、これ昨日のツイキャスでも言ったんですけれども、大学生だからこれ今言えることなんだけど、本当にね、高校生活って短いよ。高校生活もそうだし、中高生、6年間もあんじゃんって思ってるかもしれないけど、いや、短いんだよ。思ってる以上に短いよ、みんな。だからね、本当に、この、限られた時間の中で輝いていく。そして、自分たちの好きな学校を、音の木坂っていう場所を、未来の高校生たち、そして未来のスクールアイドルのために、自分たちで、要は、去っていったと。劇場版の場合は、要は、改めてそこで人気が出てね、スクールアイドル続けるかどうかって迷ってたじゃないですか。でも、ミューズは原点回帰をしたわけなんだよね。要は自分たちがアイドル始めようっていうことにしたのは、自分たちの居場所、高校、である自分たちの居場所を救うため、取り戻すため、存続するためにやってきたわけじゃないですか。なのでやっぱりそのね、人気になったから続けるとかじゃないんだよっていうのをミューズは改めて教えてくれたよね。そしてね、それを本当にうまく劇場版では表現していて、僕はねすごく感動もしましたし、再認識しましたね。やっぱりその限られた時間の中で本当に人生の一瞬一瞬を大切に過ごしていくべきなんだなっていうのを今回のその劇場版で改めて思い知らされましたね。今そのね、自分も大学生としていろいろ学校生活も含め、こういう動画のね活動も含めね、いろいろやってるわけなんですけども、こういう一瞬一瞬をやっぱり大事に過ごしていくべきなんだなっていうのを今回の劇場版で再認識しました。ですからね、これ本当に皆さんにはね、この動画見てるの多分中高生とか、大人の人もいらっしゃるでしょうけども、本当にこれだけは分かってほしいのは、ぜひ、若いうち、青年とか少年って言うじゃん。そのぐらいの年齢の時期を、本当にとことん楽しんでほしい。そして、それは勉強でも部活でも何でもいいよ。とにかく自分がやりたいと思うことを、とことんやりきってほしい。後悔しないためにも。それこそね、スポーツでも何でもいいですよ。自分は例えばテニスとかね、好きだったんだけど、テニスをもう最後までやりきるってことをね、僕はできなかったわけなんだよね。テニスを途中でやめちゃったわけ。僕が今テニス言ってた一種の例えに過ぎないけど、自分がやりたいと思うことを本当にとことんやってほしい。それはラブライバーとしてでもいいよ。だから、ラブライブのイベント行ったり、それラブライブじゃなくてもいいよ。アニメのイベント行ったり、グッズを買ったり、ね、一番時間とお金っていうものが、もちろんお金は、っていう面で言えば大人の方がお金はあるかもしれないけども、時間はないんだよ、大人って。だから時間と
お金がこの 50-50 で両立、うまく両立してるのって高校生大学生ぐらいの時間しかないんだよね。だからその人生の本当に限られた時間、高校生大学生、時間もお金もある程度両立しているこの大切な時間を本当に無駄にしないでほしいっていうのを今回の劇場版で、まあ、思い知らされたことだよね。だから本当にこの若いうちっていうのをなんか全力で楽しんでいこうって僕も思いましたね。はい、というわけでですね、ちょっとね今日は簡潔な動画となってしまったんですけども、劇場版ラブライブについてのちょっと感想を、ちょっと僕なりのかなり独特な、感じになってしまったんですけども、感想をお話しいたしました。もしねこの動画がいいと思ったらグッドボタン&チャンネル登録していただければ嬉しいです。ではね、またまた次の動画でお会いしましょう。以上、小平でした。バイバイ。